皆さんこんばんは、今回はね暦対策の方をね紹介していきたいと思います。まずはルカですね、ルカいい点が、スライスドロップ封印をね、かけることができるので、他のキャラにね回しても戦えるようになるっていう点が、まあ、非常に強いんですが、まあ、悪い点としてね犬に転ばされてしまったり、まあ、ルカ自体がね、暦以外他のキャラにあまり勝てない、そしてアテナや、ラインズマンラケットを持たれるとですね、スライスドロップ封印が入らなくなっちゃうので、まあ、そこ注意って感じですね。まあ、個人的には、まあ、他のキャラの方がいいかなと思います。はい、で続きましてね M フランです。 M フランは、非常にね暦以外にも対応できるキャラが多く、非常に強いキャラです。ただ、使用難易度がね非常に高いので、まあ中級者以上向けですかね。ドローショットのドロップは一応瞬間移動してから後ろに下がってでやるとね、亡霊等で拾うことができるので、まあやったことない方はねちょっと練習してみてはと思います。まあただキャラスペックとしては本当にね高いキャラなので、まあ、おそらくね一番なんだろう一番なんかちゃんとした対策なのかなって思います。他のキャラも見れるしね。そしてね、うつろの王です。うつろの王は、暦以外のね、フェネッタとかにもね、強く戦っていけるので、まあ、非常に強いキャラではあって、すごくね、使うのも簡単なんですが、先ほどね、紹介したエメフランに弱いので、まあ、微妙なところですね。まあ、暦、フェネッタだけを考えると、まあ、うつろは非常に強いんですが、まあ、多分、じゃんけん的にね、考えると、まあ、ちょっと厳しいところもあるのかなと思っちゃいます。なのでまあ、フラン、まあでも慣れてる人はいいのかな。どうなんですかね。まあフランと、まあでも似たような感じですね。対策としては。フェネッカもね、暦対策として、まあなかなかに使えるのかなと思います。フェネッカは、オートスキルのね、都合上足がすごく速いので、レシーブドロップとかもね間に合うんですね。なので、まあ、間に合うってだけで、ね、まず強いです。で間に合うプラス、飛びつきジャストとかでね、飛びついて、オンザラインを狙うことができるので、まあ暦としてはね非常にやりづらい相手になってるかなと思います。ただ問題としては、まあ、色メロに、セットでいるね色メロに弱いっていうのと、あとは、まあ、ドロップ以外のね吸収もしっかり取れないといけないので、まあ、そこちょっと注意かなって感じですね。まあ、スピンとかしっかり取っていきましょう。本日ね最後の、対策紹介キャラは M シローです。 M シローはね、オートスキルじゃないな SS か SS で、足が速かったりねエリアが広いので、暦のね、レシーブドロップにも間に合うことができます。ただ、不動のね、ある編成が非常にきついので、まあ、エルエンマなどがね、きついです。一応、コケはするんですが、まあ、バースをね、発動することによってね、点灯を、まあ、消すことがね、できるので、まあ、まあまあ、そこは大丈夫なのかなと思います。まあ、キャラスペックとしても、まあ、最近のキャラってだけあってね、まあ、ジャスト連発できれば、まあまあ、そこそこには強いので、まあ、全然ありなのかなと思います。ということでね、以上、暦対策キャラを5キャラほど紹介いたしました。まあ、他にもね、このキャラどうですかみたいなのがあればコメント欄に言ってもらえたらと思います。もしね、ちょっとでも参考になったら、チャンネル登録、高評価していってもらえると嬉しいです。ということで、皆さんもね、しっかりと暦対策していきましょう。まあ、ちなみにね、これは暦は暦で対策するので、まあ、まあ、対策とは言わないけどね。まあ俺は小指使うんで、はい、そんな感じです。